詐欺詐欺すんなっちゃう。給付金詐欺すんなっちゃう。税務署の職員が、その知識を利用して、詐欺すんなって。岸田総理も増税増税って言うばっかりで、全然国民の暮らし楽にならんゃん。そもそも財源に困った時に、国民から取り上げればいいっていうね、そんな単純な発想で来てるけども、ちょっと工夫して何とかしろよって話だよ。それからもうね、税金払わんよ。 税金足りなかったらで、詐欺すればいいじゃん、も国税の得意なところなんで。ね。詐欺して予算埋めればいいやん。誠に遺憾だ。ね。どうするんだよ、遺憾だから。弁償しろよね。税金払う気、うせるわ、ね。税金20%割引とかやってくれよ、こういうことだったら。まさにね、17歳の少年に嘘の申請をさせっていうのは、これ17歳の少年にそんなね、動機とか、 こう、知識とかあるわけないんで、巧みに騙して、あ、大丈夫だよ、大丈夫だよっていうふうな感じで、バイト感覚で作業としてやらせたんでしょうね。さらに、俺たち東京国税局の人間だからさ、嘘つくわけないじゃんって感じで、まさに360度囲うように騙したんでしょうね。この17歳の少年はこれからどんな人生を送れるんでしょうか誰を信じていくんでしょうかもう二度と給付金、持続金の恩恵を受けれないっていうふうな、落印をされるんじゃないですかね。ここにね、 涼しくて快適って書いてますけども、全くこの記事とは関係ない URL 載せんないつも。<laughs> 本当に Yahoo のニュースは。マークの松野官房長官は会見で、高い倫理意識を求められる公務員がこのような時代を招いたことは誠に遺憾だと述べましたけども、チェック機能はなかったんですか要するにこの詐欺は 結局は経済産業省も分かっていたけど見逃したってことなんじゃないかなと。そして税務署の職員は右から左まで人に残らず詐欺をしていて見つからない人がたまたまいるだけってことなんじゃないかなっていうふうにそこまで極端にかんぐっちゃいますよ。ね。不正防止策を講じていると強調しました。まあでもね、税務署の職員さんみたいに専門家にはこの不正防止策なんて見破るのは簡単だってことだったんですよね。要するに国民にはもう 不正防止策は通用するけども、こういったね、税の専門家には、なかなか見抜けなかったよね、と。で、結局、2億円ぐらいですか騙したわけでしょで、しかも、2億円騙しとって、それビットコインで買ったけども、ビットコインなくしちゃったみたいなね。一番上手なのは、ビットコインの業者だってことですよね。<laughs> うん。だからね、ダメだよね。うん。なんでこんな人をね、採用しちゃうんだって。首にしろ。首に。この国税の職員は全員首。 俺が代わりに行くからさ、ちょっと雇ってくれ。雇ってくれ頑張って働くんで、経験はないけど頑張ります。はい。高い倫理観を持って頑張ります。もう詐欺はしません。少なくとも詐欺はしませんので、今回の人よりはマシです。詐欺はしません。よろしくお願いします。まあ以上ですね。はい。ありがとうございました。